ピエールドラリューピエールドラリュー、ピエールデラリュー、1460年頃から1518年11月20日、ワルネサンス音楽の作曲家。ジョスカンデプレと同世代の作曲家で、アレクサンダー・アグリーコラやアントワーヌ・ブルメル、ロイゼ・コンペール、イザーク、ヤーコップ・オブレヒト、ガスパール・ファン・ベルベケラと並んで、15世紀末から16世紀初頭にかけて、 ネーデルラントン学派様式の指導力を担った一人、フラマン5名ペテレス・ファン・ストラーテンも伝えられている。現在はベルギー領のトゥルネーに生まれたらしいが、幼少期に関する記録はほとんど残っていない。音楽活動に関して信頼のおける最初の文書はシエナ大聖堂にあり、そこで1483年から1485年まで歌手として雇われていた。 その後は1492年にスヘルトーヘンボス大聖堂に赴任するが、その翌年から神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の宮廷礼拝堂に加わった。残りの経歴はブルッセルに集中しているが、少なくとも二度スペインを訪れ、しばらくメヘレン、クルトレーでも過ごした。クルトレーはラリュー臨重の地でもある。同地にあるラリューの墓姫は、 フランスやハンガリーの宮廷にも使えたことをほのめかしているものの、このことを実証するものは何も残されていない。ラルーはスペインを訪れた際、同時代に活躍していたフランドル学派の作曲家たちに出会っており、こうした出会いがラルーの作曲様式の発展に決定力を持っていたようだ。ラルーはミサ曲、モテッド、マニフィカとエレミアの愛歌、シャンソンを作曲しており、 ジョスカンを別にすれば、全般的に、同時代の作曲家よりも、作曲様式の幅の広さを示している。作曲活動はわずか20年間しか行われなかったようだが、イタリアから帰国してからの作品はどれも厳密に年代設定をすることは、ほとんど不可能なのであるが、大抵の作品は1500年頃に支配的だった、流行の様式に従っている。 様式的に見ると、ラルー作品は、同時代に活動した、作曲家のうち誰よりもジョスカンに近い。事実、誤って判定された偽作は、大抵、ジョスカンかラルーの両方ということに落ち着きがちだった。ほとんどのミサ曲は4世、または5世のために作曲されているが、中には6世のためのものもある。その一つである、ミサ曲、めでたし、糸の聖なる。 マリア・ミサ・アベニュー・ソンクティー・シマ・マリアは6世のカノンで、作曲技法上の難度の高い離れ技は、オケゲム作品といっても通じるほどである。ミサ曲は、ほとんどが低旋律を用いているが、檻に触れて、パロディ・ミサも作曲された。ラリューはコントラストをつけるために、好んで、テクスチュアに変化を与え、しばしば全西部が動く学説の途中に、2世だけの歌詞を挿入した。 ピエールド・ラ・リューのモテットは、ほとんどが四セーブのための作品であり、ジョスカンの様式とは違って、最初からというわけではないものの、ツーモ法様式をとっている。30曲のシャンソンは、様式の多様性を見せており、後期ブルゴーニ学派の様式に似たものから、より流麗なツーモ法様式を用いたものまで様々で、ある。またラ・リューは、イタリアに滞在したにもかかわらず、 軽快でホモフォニーを基調としたイタリアのフロットーラのテクスチャーを採用することはなかった。ありがとうございます。